ご覧いただきありがとうございます。ライカリペアサービス店長の松下です。ご覧いただきありがとうございます。今回ご紹介する商品はバルナックライカ 1F レッドダイヤルになります。非常に希少的な、台数も少ない珍しい機種になります。当店で扱うのも今回が初めてとなっております。はい、ではまずは外観から見ていきましょう。そうですね、特に目立った傷とかメッキの剥がれとか特にないですね。うん、まあ綺麗な方じゃないでしょうか、これは。うん、特に問題ないですね、外観的に。まあ底蓋に若干傷っていうかすれですね、すれがかなり多めではありますね。ちょっとメッキの剥がれがあるぐらいですね、こちらに。ちょっと見づらいですけどね、それぐらいですね。特に大きなへこみとか傷はないんで、かなり綺麗な部類に入りますね、これは。はい、はい、ではこちらはこのボディキャップも付属しております。はい、機構的には当店で全て分解してのオーバーホールしておりますので何も問題ありませんし、ローカゲットの保証もついておりますのでご安心ください。はい、こちらのシャッター幕もオーバーホールの時に交換しておりますので安心してご使用いただけます。はい、まずはでは動作から見ていきます。はい、巻き上げですね。はい、非常にスムーズです。はい、ではまずはバルブから見ていきますね。はい、はい、何も問題ありません。先は25分の1ですね。はい、これはスローシャッターがないんですけど、25分の1用にだけスローシャッターがあって、まあ、すごい作り、贅沢な作りにはなっておりますね、廉価版としても。はい、じゃあ次は100ですね。はい、問題ありません。最後に高速度側の500分の1を見ていきます。はい、まあ、動画では見づらいんですけど、こちらはフィルムを装填しての試写をしておりますが、特に問題ありませんでしたのでご安心ください。あとその他の機構ですね、こちら、はい、巻き戻しレバーもね、巻き戻しも問題ありません。こっち巻き戻しの分も、はい、フィルムを装填して巻き戻した時に問題ありませんでしたのでご安心ください。あとシンクロなんですが、こちらフラッシュの線が断線しておりまして、フラッシュは効かないことになっておりますので、その辺だけはご了承ください。はい、であと中見ていきましょうね。はい、こちらの開閉もスムーズです。グリスをしっかり塗っておりますのでね。はい、こちらの純正ですね、こちら純正のスプールも付属しておりますし、中の腐食も特にないですね。とても綺麗なものですね、これは。ご覧いただきありがとうございました。でよろしくお願いいたします。